はい、カットのポイント、こだわりはどこでしょうか。ポイントはですね、はい、ちょっとこう、まあ、ボブ、ミディアムボブぐらいなんですけど、ちょっとまあ、重ためも飽きてきた感じなので、少しトップにレイヤーを、たっぷり入れて、ちょっとこうウルフまではいかないんですけど、まあ、ちょっと軽さのある、レイヤーボブというか軽さを作ってみました。今日はドライカットからスタートして、それがレイヤーを入れたっていうところ。そうですね、量感調節して、レイヤー入れ直してっていう感じですかね。もともとのアームスタイルは どのようなカットがされてたんでしょうか。重めなボブ、はい、重めボブから量感でちょっとこうレイヤーを多く見せるというか、あくまでも入れすぎずっていう感じですかね。入れすぎずのバランスってどういうふうに考えていくか。やっぱり顔周りが軽く感じれば、レイヤーも割と入ってる感じがするので、まあ、顔周りの似合わせですかね。モデルさんに合わせてその似合わせっていうのはどういうところが増えてますか。ちょっとまあエラハリさんまではいかないんですけど、まあ輪郭補正じゃないですけど、もうちょっと顔周りをボブだとこうラインがしっかりしてるので、内側の部分を包み込むように顔型にフィットするように、カットしてますね。スタイリング方法はですね、ベースは外跳ねにして、トップはワンカールランダムに巻いて、最後はグロスオイルで毛束感とツヤ感を出す感じですかね。もしこれをパーマをかけて作るっていう場合はどのようなパーマをかけてますか。まあ、毛先巻きですね、はい、毛先巻きの、外巻き、そうですね、リバースとフォワードのミックス、うん、いいかなと。リバースフォワードミックスしていて、スタイリング仕上げるときに、はい、崩す、はい、外跳ねにしたり崩したり、ですね、カラーは10レベルのモノグレージュ、はい、内側のこの顔周りの、ベースのところにハイライトを入れてます。はい、今回のスタイルで、はい、例えば女性にとってのこんなメリットがあるとか、こういう風なイメージになれるよっていうのが、まあ、重めパッツン切りっぱなしボブが飽きた方とか、まあ、ちょっと軽さ出したいとか、スタイリング楽にしたいとか、動きが欲しいとか、まあ、洋服には合わせやすいかなと思います。ありがとうございます。大丈夫でしょうか。はい、ありがとうございます。